前の血の乾き今日もちょっとで、どうもゲイクマガワでございます。この放送は憎しみレコーツからお送りしております。本日は2021年4月24日土曜日でございます。なんだろうね、先週さ、プライベートカーセックスラジオからね、ちょっとタイトル変えて来週あたりまでには何か考えてみたいな話を前回、したんですよ、このラジオで。でね、1週間経ってね、まだタイトル見てでございますね。何も思いついておりませんで、そうですね、無題、ラジオ、なんだこれは。そしてなんだろうね、なんかこう、なんでしょうね、何もない1週間、いや何もないわけはないんだけど、まあいろいろ考えたり、ギター弾いたり、なんか曲書いたり、内面的な、クリエイティビティはね、何かしらずっとやっていたりなんかはしていたんですが、まあね、毎週やってると、今はまだ何も新しい展開は、ありませんでしたっていう週数、今回、いいんじゃないでしょうか、そういうのも。そうだね、ラジオもだけど、あれですよ、まあ、強いて言えば、なんでしょうね、また、ね、東京だったり、東京近県、大阪あたり、かかるコロナ、ウイルスの感染症、ね、この災害、最悪が、あって、緊急事態宣言の発出みたいなことが、ニュースでやっていてね、そういう、今時代です。その、記憶と記録を、ねえ、なんだろうね、これはこの先何年か経って、このコロナみたいなもので世界中がいろいろね考えた、人間たちが考えたことはこの後ずっと検証がなされると思うんですけど、何年もかけてね、その時にね、まあ分かることがね、知恵として、あるといいなとは思いますけれどもね、今、ね、きっと今も人は死んでいますから、まあね、あんまりね、ね、何でしょうね、何でしょうね、こういう時ケイクマ側として何を申し上げるのかということは、まあいろいろね、ライブの時にね、生でね、人と会ってそこで申し上げる分にはね、全然構わないんですけどね、こういうネットでね、 SNS やネットを使って何かこう、どの程度それが、みたいなことはね、ちょっと個人的にね、思うところがありますけれども、まあ少なくとも言えるのは、
いやいろいろね、皆さんそれぞれ思ってることあると思うけどね、みんな一生懸命やってますよとは思ってないですよね。いろいろね、偉い人たちのことはね、まあそうですね、今年はそうですね、選挙もありますから、はい、選挙はビシッと行ってきましょうね。はい、ケイクマでございます。これお送りしてるのは2019年かな、リリースね、先立ての、オーディオコメンタリーのシリーズではちょっとこれをやらないとこと言っていたアコースティックギターで一人でスタジオでこの曲順通りに、ライブ版のような感じのものを一人で撮る、みたいなアルバムをね、2019年だったと思うんですけど作った、ケイクマガワイズデッドという、要は自分の名前をね冠したアルバムを作ったんですよ、2019年に。うん、それを今ちょっとかけてみてます。これねえ、これね、演奏はね悪くないんですよ、歌も。うん、だ録音がね良くないんだな、あんまり。そう、そこがちょっとね今不満ですね、このアルバムは。ギターの音とかが特にダメだね。うん、そうだね、アコースティックで、いつもライブでやっているような曲がブワッとこうまとめて入ったようなアルバムみたいなものをまた作れるといいなとは思いながらもね、でもまあね、全然趣は違うけど、このデッドがあって、それから昨年末にはね、プライベートオーカーセックスもリリースしたので、まあね、音源周りはうん、やりたいことは山のようにありながら、まあみんなそうでしょうけど、まあただね、うん、やりたいことはたくさんあるけどなかなかできないんだよ、そんなに簡単じゃないんだよっていう意見とはやっぱりどっちかというと戦いたいので、またいっぱいいろいろ作ってはみたいですかね。ただ、うん、冒頭申し上げた通り今週は特に何もないです、俺。ね、4月はライブも一本もなくって、でまたね5月からライブがバッと入っているので、ね、そこに来てまたねポツポツと、日本国内でも緊急事態宣言だったり時短営業、営業、酒を売らねえとかってバカだね。そうだね、これケーキ漬けにね、一発、うん、それじゃあ、酒類を。それでは皆様、良い週末を非常に楽しみで、行ってみましょうかね。あたす1週間お疲れ様でした。乾杯。ねえ、いろいろねあります、いろんなね意見考え方生き方ありますからね。なんだろうな、人が死にますからね、人が死んでる時にわ個人の思想や、自由や、娯楽、思考みたいなものはまあね、人の命がかかっている場合制限されるのは致し方ない部分もあるんだという考え方が一方にあると。でもそれは
ねえ、はたまたそれを良しとするのであれば、もうそれこそねえ、これからもっと物騒な世の中にもうなっていく、それは合図なんだろうなと、そういう人たちが多ければねえ、国はやりやすいでしょうねとも思いますからね。しつこくしつこく自分のように、緊急車両、うん、ウェウェウェウ、いろ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 ですね。そうだね、生きていくのは、うつうつしい時代でございますからね。なんでしょうね、空気の乾燥があるのかしらね。なんかここ近頃数ヶ月、緊急車両、消防車の音はよく聞くなぁと思いますね。これ今かかってるの、ローザっていう曲、タイトルの歌なんですけど、この曲好きでね、自分としてね。で、なんかね、最近このローザとこのローザの曲のテーマになっているもののことについて、よく考える時間があったりしてますね。何かしら、そうだね、次新しい音源のために書いている曲の中、新曲の中で何度かライブでやったかな、プライベートカーセックスにも少し入っている、アレハンドロビート、アレハンドロビート、という曲にもローザの名前が歌詞で出てくるんですけど、それは少しやっぱり関係していますね。なんでね、もともと次に作る大きな、音源プロジェクトとして、ちょっと名前がかぶったので、そのアルバムタイトルを変える、変更する、ようなことを前回、前々回ラジオでも述べたんですけど、すいませんね、話が分かりにくくて、なんだろうね、とにかく今までケイクマガワとしてやってきて、自分で書いた曲、歌詞、マインドのようなもの、全部つながっていて、それをまんま形にしたような音源を今年か来年か ちょっとね、時間はかかると思いますけど、作りたいとずっと考えています。そうそう、ね、近くツイッターなんかでもね、このラジオでもライブが、5月6月7月あたり、までライブのオファーを、いただいた分がねあるので、その分バーッとねまとめて、見やすいようにね、サイトにもちょっと日程と場所なんかねまとめて、テキストをアップしようとは思っているんですけど、そこに来てちょっとね、緊急事態宣言やら、緊急事態宣言が今週発出された都道府県でのライブ予定は今のところないんですけど、ただね、もちろんもちろんそれは、県をまたぐ移動など伴いますからね、いろいろな影響当然あるでしょうからね、
まあそのあたりは、ね、イベント主催の方たちともね、すり合わせしながら、でも日付だけは、ね、早く分かった方がいいからみたいな部分で、近くまとめて、告知ができましたらとは思っております。K 熊川でございます。なんとか近くね、近いうちに、さっさと次の音源のタイトルを思いついて、ね、そしたらそのタイトルをこのラジオのタイトルにくっつけて、引き続き来週からも、しつこくしつこくやっていこうと思っています。今日は、そんな感じでございますね。うん、新しい情報なんか、あ、なんかあったっけ。いやー、なんだろうね、停滞はしていないんですけどね、個人自分の、気持ち的にはね、まだちょっと前の方が停滞感があったっすけど、今は、まあ、疲れてますね。でもすごく疲れています。I'm so tired でございますね。そんな感じで、なんとか、なんとかね、そんな感じで、うん、また来週、それでは皆さん、良い週末を、お過ごしください。ケイクマガでございました。おやすみなさい。喋ることないん、そうそう、もうね、家族が寝ているのでね、喋ることなきゃね、時間が早けりゃ歌をね、部屋でアコギ一本で歌ってさっていう放送とかでもいいじゃないですかとか考えるんだけどね、音が出せない。いろいろ、ね、動画配信とか、あと生配信とか、ゆくゆく、やってみたいことはありますが、今は時期尚早でございます。なぜかというと、そのための機材がない、技術的な、問題でできていません。うん、こんな感じです。あざーす。